太田虎之進は東京都府中市出身のモーターサイクルレーサー。4歳からポケバイに乗り始めて、レースデビューし、10歳までポケバイレースに参戦した。各サーキットにてシリーズチャンピオンを獲得する。6年間のポケバイレース経験をミニバイクにステップアップした。ミニバイク1年目の全国大会に出場し、SP12 ジュニアクラスにて全国制覇。翌年以降は、 エキスパートクラスにて参戦する。SP12EXP クラスでは参戦2年目にで、初優勝した。2012年、元チャンプ杯東日本選手権や関東、ロードミニ選手権でシリーズチャンピオンとなり、第17回、元チャンプ杯全国大会 SP12EXP クラスでは、目標である、全国制覇を果たす。2013年、ミニバイクから、 ロードレースにステップアップする。JGP3 クラスに参戦する。つくばロード選手権シリーズランキングでは11位。モテギロード選手権シリーズランキングでは6位であった。2014年に全日本ロードレース選手権の JGP3 クラスに参戦する。モテギロード選手権シリーズのチャンピオンをコースレコード樹立で獲得した。2015年全日本ロード選手権シリーズでは ランキング22位となる。2016年は11位、2017年は10位と順位を上げたが、2018年は17位となる。一方、同年にクセフに優勝する。2019年全日本ロードレース選手権シリーズは14位だった。ありがとうございます。